にちは。キューバカフェご来場いただきありがとうございます。ティップスターのリホです。この動画では紋別競馬場で開催されるウポポイオータムスプリントの3連複フォーメーション予想をお届けいたします。まず今回1列目に選んだのが5番、敬愛タイコイズです。 JRA の礼月ステークスを優勝した実績があり、紋別競馬場でも前走きっちりと勝ち切った点からも、今回のメンバー相手なら馬券圏内を外さないと判断して1列目に選びました。続いて2列目、3列目に選んだのが3番スティールペガサス、8番スティールルージュ、以上の2頭を選びました。続いて最後3列目に選んだのが1番スマートダンディ、6番スティールストーム、7番ジャスパーシャイン、以上の3頭を追加した3連複フォーメーション7点で的中を狙いたいと思います。競馬カフェのサイトではウィークリーニュースや予想動画、検証動画などをこちら配信しております。皆様の会員登録お待ちしております。